トケパラの壁画溶けパラホラーナは、ペリューの南高地、タクナ県の海抜2700メートルに位置する石識の岩陰遺跡。トケパラ道光山の南東13キロメートル、タクナ市からは、直線距離で154キロメートル、車で片道2時間半ほどの距離、標高2700メートルの位置にある。トケパラのホラーナの奥行きは10メートル、幅は5メートル、 天井までの高さは3メートルほどである。溶けパラの洞穴に入るとその壁面に狩猟の様々な場面を描いた壁画を見ることができる。カルードたちが棒を持って南米の野生のラクダ科の動物であるグアナコの群れを追い込んで捕殺している場面を表現している。約500もの岩石線画は狩猟のシーンや戦いの様子などが描かれている。このような 素晴らしい溶けパラの壁画は1961年に発見され、1963年にホルヘシーム A によって壁画の模写と堆積層の発掘調査が行われた。アンデスでは典型的な狩りの方法をチャコと呼んでいる。カルードが捕獲のために丸い形を獲物の周りに作り、囲い込む様子などが見られ、わゆにこのシーンを描くことには、 豊作を願う呪術的目的があったと言われている。狩人たちは共有している狩り場ではを作って獲物を追い込み殺すか生け捕りにした。そのため両作と思われる過去を描いた壁画も見られる。そういった狩りの様子をトけパラの壁画はくすんだ赤色や明るい赤色、黄色、緑、黒、白などの顔料を用いて生き生きと描いている。無縁は 狩猟で獲物を取れるように呪術をかける意味でこういった場面が描かれたとしている。発掘調査によって、堆積層は深さ1.8メートルに及ぶことが判明し、仮想では養生戦闘機、さっき、悪斧など、ラウリコ茶遺跡の狩猟文化と似体物が出土し、壁画との関連を伺わせる。上層からは三角形をした戦闘機が出土している。ロアトから採取された、 炭化物の放射性炭素年代測定の結果は9490プラスマイナス 140BP、つまり、紀元前7500年前後の年代を示している。ありがとうございます。